ト孫皇で発見された、今後繁殖行、皆通り9年勧告、今後繁殖行、正式名称、今後ハラミツ行とは、大乗仏教の繁殖経典の一つ。略して、今後行とも言う。現代は、バジュラが、インドラの武器である、今後書あるいは、今後席、チェーディカーが、祭壇、プラジュニアパーラミターが、繁殖パラミツ、スートラが、教、 総じて、金剛書のごとく裁断する、般若パラミツの経の意。その長さから、三百小般若行等とも呼ばれる。比較的短編の経典であり、より大きな般若経典の要約、要項として編纂されたとも考えられるが、用語や形式に、原初的な要素が見られるため、三世紀以前の大乗仏教初期にはすでに成立していたと考えられている。 他の般若経典と同じく、空思想を説くものでありながら、空の語彙が一度も用いられていないことも特徴の一つ。また、今日の冒頭で、このように私は聞いた。ある時ブッダは、社英国の義本象者に1250人の修行僧たちと共におられた。とある後で、一般的な経典ではその時の主な参加者の名前を、 列挙するが、今後、般若行ではいきなり本編が始まるのも、原始的な経典の特徴と考えられている。比較的短編であることと凝縮されたその内容から、インド、中央アジア、東、アジア、チベット各地に普及、流行し、注釈書も数多く作られた。チベットやモンゴルでは、この経を、今式隠礼で写経する風習が、現在まで続いている。 東アジアでは、全州の第六祖であるエノーがこの教の一句で大語したとされ、全州で特に愛読されるほか、天台州、三論州、法省州、真言州といった宗派、あるいは中国、日本といった地域を問わず、さらには、儒家、道家に至るまで、百数十の注釈、講義が成立するなど、その影響は各方面にわたった。サンスクリット原本、漢訳、 チベット語訳はいずれも現存しており、漢訳は下記の軽発種がある。歴史的には、クマラら獣薬が最もよく普及、利用された。漢訳では最も古いク熊ら獣訳にのみまつびに、御社の信言が付されている。また全宗用の防ボ,ボンなどには、これとは異なる信言が付されているものもあるが、いずれもその経緯は解明されていない。なお、 チベットワケは年代を下るので信号が付されている。1900年に、トンコーで発見された、コンゴーハンニャ行は、唐の皆通り9年4月15日という現在、確認されている最古の年のある、木版印刷による、印刷書である。インドで作られた注釈は6種あるが、サンスクリット原本が残っているのは、ユガ行有意識学派のアサンガによる、 三百0章半ニパラミツに対する七十章という七十七の章からなるものだけである。ある時、釈迦は、社英上の祇恩章者に千二百五十人のビッグと共に滞在していた。午前中の宅発、食事を終え、午後になって帰ってきて、身なりを整え、結果不座する釈迦。釈迦を礼拝して、一方の脇に座していくビッグたち。するとその中に座していた十代弟子の一人。 スブーティ長老が腰を上げ、釈迦に菩薩のあり方について問うた。こうして釈迦によってその内容が語られていく。基本的に釈迦と守護台との会話によって構成されており、釈迦が守護台に対して質問をするシーンなども含まれている。例えば中村元役によると、スブーティをどう思うか。永遠の平安への流れに乗ったものが、というような考えを起こすだろうか。 などが一例として挙げられる。ありがとうございます。